周囲、南シナ海で衝突激化、習政権、包囲網に危機感。北京時事、中国とフィリピンが領有権を争う南シナ海での衝突が過去1ヶ月間で激しさを増している。中国の習近平政権はフィリピンの背後に控える米国の存在に苛立ちを強め、日米非による対中包囲網強化と対抗するため、オーストラリアや欧州との関係改善を急いでいる。米国の介入が南シナ海の混乱を最も煽っている。中国国防省報道官は3月28日の記者会見で、フィリピンが米国を後ろ盾に予備情報を広めていると強弁した。3月5日、フィリピンが実効支配し、中国も領有権を主張するアニョン銀礁近くで、中非の船舶が衝突し、フィリピン側の乗組員が負傷した。21日には、中国海警局が南沙諸島の突然礁に、フィリピン側の34人が上陸したと非難する声明を発表。23日には、アニョン銀礁付近で、中国海警船がフィリピン船に放水銃を発射し、再びフィリピン側に負傷者が出た。一連の衝突で、米国は同盟国フィリピンを支持し、米非相互貿易条約の発動を示唆して中国を牽制。3月19日には、ブリンケン米国務長官とマルコスフィリピン大統領が会談し、南シナ海における国際法遵守に共同で対処すると強調した。マルコス氏は、中国と国境紛争を抱えるインドにも接近。3月下旬にジャイシャンカルインド外相をマニラでもてなし、防衛や海洋分野での協力拡大で合意した。日米非3カ国は4月、ワシントンで首脳会談を開く。フィリピンとの準同盟化を視野に入れる日本は、安全保障面での連携強化に前向きで、年内に南シナ海で3カ国合同の警戒監視活動を行うとも報じられている。フィリピンは中政権が統一を目論む台湾に近く、南シナ海問題で西側諸国が結束を固めれば、中国による台湾侵攻への抑止力となり得る。危機感を強める習政権は3月下旬、王毅共産党、政治局員兼代表を豪州に派遣。貿易拡大を掲げ、米英豪の安全保障枠組み、オーカスへの揺さぶりを図った。中国商務省は、豪州産ワインに課していた、高関税の解除を発表した。習国家主席は、3月27日、対中半導体規制を進める、オランダのルッテ首相と北京で会談。ルッテ氏から経済や先端技術分野で中国とのデカップリングが距離を置くとの発言を引き出した。南シナ海問題、韓国の懸念表明に中国が不快感、言動に気をつけろ。南シナ海で中国海警局の船がフィリピン船舶に放水した事案について、韓国政府が懸念を表明すると、中国外務省が言動を気をつけろと警告した。南シナ海問題に見解を表明した韓国を中国側が露骨に非難したのは今月に入って2度目だ。12日にも中国外務省は韓国は雰囲気に飲まれて一緒に騒ぐなと警告した。中国外務省のリンケン報道官は28日の記者会見で韓国外交部報道官がこのほど相次いで南海問題に関して事実を無視した評論をした。中国は強い不満を示し韓国に交渉を提起したと述べた。そして韓国は南海問題の当事国ではない。最近の振る舞いは南海の平和、安定守護のためにならず、中韓関係の発展のためにもならないと強調した。フィリピン当局は
23日、南シナ海の領有権紛争地域であるスプラトリー諸島、南沙諸島のセカンドトーマス賞、フィリピン名アユンディン賞、中国名仁愛賞付近の海域で、我が国の補給船が中国海警局の船から放水攻撃を受けたと発表した。中国海警局は、フィリピン船舶が中国領海を侵犯したため、法に従って規制措置を取ったと反論した。これに対し、韓国外交部の即、イムスソク報道官は、26日の定例記者会見で、南シナ海でフィリピン船舶一隻に深刻な被害を与え、フィリピン船員の負傷を招いた最近の度重なる放水砲使用に対して、厳重な懸念を表明すると述べた。その上で、こうした行為は、韓国を含む全ての国が利用する主要国際航路である南シナ海の緊張を高め、平和、安定、安全及びルールに基づく海洋秩序の維持を阻害するものだと指摘した。中国は南シナ海で複数の国々と領有権を争っているが、フィリピンとの対立が多い。2022年に親米系フェルデナンド・マルコス大統領が就任して以来、中国とフィリピンの南シナ海衝突の頻度が急速に目立っている。今月5日の南シナ海における中国とフィリピンの衝突について、韓国外交部の即報道官が7日に南シナ海の緊張を高めていると述べた時も、中国外務省は強く非難した。中国外務省の王文賓報道官は12日、韓国は長年維持してきた慎重な中立な立場をここ数年で変え、南海問題で何度も中国を映写したり、中国に当てこすりをしたり、非難したりした。韓国には自分で自分のことをきちんとするよう望む。随意気にのまれ、一緒に騒ぐことはなく、中韓関係に不必要な負担を増やすことは避けるように促すと述べた。米日比、中国に対抗して南シナ海共同巡回査察へ。南シナ海と台湾海峡で米国による中国牽制の動きが強化されつつある。日本、フィリピンと南シナ海を共同で巡回査察し、米海兵隊の戦闘方式も中国オーダーメイド型スタイルに変更する計画だ。30日、米政治専門メディア、ポリティコによると、バイデン大統領と岸田文雄首相、マルコス大統領は、米国で4月11日、日米非3国首脳会議を初めて開催する。この会議で3首脳は、インド太平洋地域で中国に対応するための3国の合意事項を発表する計画だが、ここには南シナ海で3カ国が共同海軍巡回査察を実施する内容が盛り込まれる予定だ。米国とフィリピンは過去にも南シナ海で共同巡回査察を実施したことがある。だが、日本まで参加した3国が共同で巡回査察に出たのは類例がない。ポリティコは中国政府の強い反応を触発しかねない行動と評価した。南シナ海の約 90% が自国領だと主張してきた中国は、最近では沿岸警備隊がフィリピン船舶に繰り返し放水砲攻撃を行い、人命被害まで発生している。米国はまた、米英豪、3カ国安全保障枠組み、オーカスと日本、フィリピン間の軍事協力強化にも乗り出す。日本共同通信は、日米両政府は、英国やオーストラリア、フィリピンとの安全保障協力を拡大する方針を固めたとし、覇権主義的な動きを活発化させる中国を念頭に抑止力を高める狙いがあると伝えた。米国は中国との戦闘に備える動きも見せている。
ワシントンポストによると、米国は上陸作戦部隊である海兵隊を最前線に配置し、海兵隊がレーダーをはじめとする電子感知装置に感知されないようにする法案を推進している。海事も南シナ海パトロール参加、米比と首脳会談で確認へ、米報道。米メディア、ポリティコは29日、米国とフィリピンの海軍が南シナ海で行う合同パトロールに年内にも海上自衛隊が参加する見通しだと伝えた。4月に予定される日米非首脳会談で確認する計画だという。実現すれば中国を含む周辺国の領有権争いが続く南シナ海情勢に日本が一歩踏み込んで関与することになる。力による一方的な現状変更に反対する意思を明確に示す狙いだと見られるが、中国側が反発するのは必至だ。南シナ海では米比両軍が2016年に合同パトロールを初めて実施した。しかし、中国との関係改善を図るドゥテルテ非政権が同年発足すると中断。22年に発足したマルコス政権は日米との協力強化に転じ、23年に米比の合同パトロールを7年ぶりに再開していた。一方、マルコス政権発足を機に日米比の安全保障協力も急速に進んだ。23年6月には海上保安庁と米比の沿岸警備隊が初めて南シナ海で合同訓練を実施。海事も同8月、オーストラリアを含めた4カ国でフィリピンの首都マニラ周辺での共同訓練を実施した。マルコス大統領は12月の毎日新聞とのインタビューで、日本や米国、豪州などと共同演習の計画を立て始めている。訓練だけでなく、艦隊を組んで共に巡回すると語っていた。日米非3カ国は4月11日、岸田文雄首相の国賓待遇の訪米に合わせて、初の首脳会談をワシントンで開く。安保だけでなく、経済や技術分野での協力についても協議する見通しだ。